はい、歌われるもののロストフラグ、白き同盟、黒き鎖、最終パートですね。第21話から見ていこうかと思います。腰ばかりかっこつけすぎました。岩場に落ちただけマシなんですが、あわよくばそちらだけ海に落ちてくれればと思ったんですが、そう都合よくはいかないですね。日頃の行いが悪いのか、はたまた修行が足りないのか。そりゃそうと、もう少し手加減してくれませんかね。いえ、十分手加減してくれているのはわかるんですけど、せめてあともう少し。押しかけの弟子の弱音はお気に召しませんか。では話題を変えましょう。あなたのお茶目のおかげで、上から下、天果ては豪まで巻き込んで、てんやわんやの大騒ぎですよ。どうしてあなたほどのもののふが。尋ねるだけ無駄なんでしょうね。もののふの誉れさえ結局教えてもらえませんでした。そうでしょう、無事期。やがてテスクがたどり着いたのは玉座らしき王侯の前。なんだ、王侯の中央は漆黒の霞に包まれて、いや、この感じはあの時のテスクが父と呼んでいたのと同じだ。お前のせいでみんないなくなる。暗い闇に向けてテスクルは言葉を振り絞る。お前のせいで父、父様が悲しむ。音もなく鉄線を拾う。だから死ね。飛びかかろうとした刹那、テスクルは何かを察知し、飛び抜いた。テスクルの前に立ちはだかり、鉄線をなぎ払った黒い影。それは、カリーティ。テスクルはギリリと歯を鳴らし、表情を憤怒に染める。貴様今何をぬたもうた。この剣、バーン氏に値するぞ。よく顔を出せた。我が発疹に曇りなし。何を恥じることがあろう。嘘虫。なぜトゥスクルよ、覚悟が決まったか。白きオーロは敬愛すべきお方だが、敬愛ではこの乱世を終わらせることはできない。この乱世に終焉をもたらすには絶対なる支配が必要なのだ。友達よ、アマナを裏切ってもか。我らは調停者である。この地に永劫の安寧をもたらすためならば、いかなる修行にも手を染めよう。たとえ下道と罵られようとな。にも知らないやつの安価のために。にも知らぬか、目に見えるものしか重みを消さぬと返さぬとは。
結局分かり合えなかったな。残念だよ。お前たちのせいでアマナは。いつまで己をごまかしてるつもりだとスクル。アマナを殺したのは。黙れ。アマナを殺したのは貴様だとスクル。おじりを襲っておいて何を言う。アマナは生け捕りにされ、丁重に扱われるはずだった。孤児たちには手を出さぬという条件でな。だが、貴様がアマナに渡した爆薬に致命的な誤りがあった。貴様は金儀に手をつけ、それがアマナを守るものと信じた。その結果はどうだ。アマナは百戦の兵を道連れにして。言うな。すべてをかき消すようにテスルがコールを踏みます。カランカランと音が響き、白い煙が蔓延していく。いつまで経っても芸のないことだ。テスクルの目の前に出現した光の障壁に、白煙は完全に阻まれる。でっかい。一瞬気を取られたテスクルの背後で何かがうごめいた。テスクルが突如抜け反る。背が大きく引き裂かれ、鮮血が滴り落ちる。白煙を押し分けるように現れた人影。その手には赤く血の滴る短剣が握られていた。ダメだよ、テスクルちゃん。純粋無垢な笑顔。だが明らかに何かが違う。それは使っちゃダメって言われていたよね。何度も何度も言われていたのにやめなかったよね。だからちょっとだけお仕置きに。濁った瞳の奥底に狂気が渦巻いている。クリュウ、どうして。どうしてか教えてあげるね。スクルちゃん、殺したよね。たくさん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 殺したよね。殺して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 、アマナ様まで殺しちゃった。本当はずっと嫌だったんだ。なんでそんなことができるのかわからなかった。もう嫌だよ。誰かを殺すのも誰かを殺されるのも、トゥスクルちゃんが殺すのもトゥスクルちゃんが殺されるのも。それでね、気づいちゃったんだ。テスクルちゃんおかしくなってるんだって。今ここにいるのは私が大好きだったテスクルちゃんじゃないんだ、ないんだって。カリーティ、お前何をした？フリューが無理してる。みんな知っていた。フリューが優しい。みんな知っていた。だから早く終わらせようとした。フリューがこんなになるまで何を。すべてはオオカミの意志。神のせいにするな、クソ虫が。ならばと。我ら皆の所業がオオカミの意志でないとするなら、すれば。アマナ殿の死は貴公自身の責任だと認めるのか。アマナどもの壮絶な自決が白き同盟のうちにサコフォーと裏切りを呼び、完全な瓦解をもたらした。あのことがなければ最小の犠牲で済むはずだった。最小の犠牲だと。そうだ、最小の犠牲だ。我らは最新の手はずをし忠実に実行した。この戦を英語に収束させるために。ふざけるな。皆のために一人が犠牲となるなど間違っている。そう言いたいのだろ。
俺が綺麗事に過ぎないのは貴様自身よくわかっているはずだ。貴様の行為はただ殺戮を広めただけだ。それが過失であったとしても、招いた結果は感受すべきだ。神のせいでないなら誰のせいなのだ。答えを手作る。何時、罪深き者よ。答えられまい。ならば。ほら、姉上様、またお説教が長くなっているよ。未練か。我ながらどうしがたい。自重するようにつぶやくと、黒の玉座を仰ぎ見る。私でがましいことをいたしました。お許しください、ごめん。ウスクルの目の前を素通りし、王座の前でひざまずいた。玉座か。お叱りはいかようにも、この体に刻みつけください。この傍らに並び、妹もうやうやしくひざまずく。私の体にも刻みつけください。ほら、トゥスクルちゃんも早くひざまずいて、出ないと。くそ。死が。立ち尽くしていたトゥスクルは動かぬ腕で辛うじて鉄線を構え直す。あれ？まだ分かってないんだ。無礼はダメだよ、トゥスクルちゃん。無垢でにこやかな笑顔。それでいて、まるで氷のように鋭い笑顔。愛をつくる、オールの御前であるぞ。ふざけ。テスクルが飛びかかろうとした瞬間。響き渡った声にテスクルは膝を地につけ、深々と頭を垂れていた。大べよかな。数秒後、自分の行動に目を見開く。慌てて立ち上がろうとするが、自爆されたように動くことができない。平伏したままの体を必死で動かそうとする。しかし叶わない。身を委ねよ。何を抗う必要がある。そうだよ、強情ばらずにね。ウスクルちゃんも一緒にとろけちゃおう。ひひひひひ。甘美で苦しい誘い、少しでも気を緩めれば立ちどころに全てを奪われてしまいそう。歯を食いしばり、それでもトゥスクルは立ち上がる。重りを背負ってるかのようによろめき足を引きずりながら玉座へ。誰がお前なんか。獲物を睨む。また一緒に、みんなと一緒に。ついには玉座の前に立つ。お前さえ。鉄線を大きく振りかぶり、そして玉座の傍らにある存在に気づき、動きを止めた。それは巨大な一つの猛線に見えた。ただうずくまり、まどろんでいる。光と闇をかたどるかのごとき、黒白の毛並み。震えば全てを切り裂くであろう。牙も爪も、今このひとときだけは役目を忘れている。森の主と称される誇り高き獣。何者かに、土従するはずもない。孤独にして孤高の存在。いや、それは一つの存在ではなかった。獣を高貴な敷物にして、涼やかに眠る女。その姿にトゥスクルは目を大きく見開く。一番最初のシーンですね。嘘だ。そんなはず。これがひょっとしてアマルなのか。だって、
死んだって。姉様？違った、エスクルのお姉様。その声をずっと待っていたかのように女がゆっくりと目を覚ます。刹那、鋭い爪がトゥスクルを投げ払った。姉さん、どうして。絵の山、巨大な向きカバが動き出し、むくりと隆起する。ただ無言だったトゥスクルは漆黒を振り返ると、お前か、お前の仕業か。返せ、姉様を返せ。起きろ、起きてくれ、目を覚ましてくれ。気がついたか、よかった。私、何？どこ？最近獣に畑が荒らされると聞いたんでな、落とし穴掘ってみたんだが、まさかこんな可愛い獣が引っかかるとは思ってもいなかった。怪我はないようで何よりだ。こんな浅い穴でも打ち所が悪ければ死ぬからな。死ねばよかった。死ねば姉様に会える。おいおい、そんな悲しいこと言ってくれるな。名前は？出た。何があったかは知らぬが、己の名はそれほどたやすく捨てられない、捨てられるものではないだろう。どうでもいい、ほっといて。そういうな、ここで会ったのもきっと何かの縁だろう。縁？そんなものいらない。そうか、だが私はこの縁を大切に思うぞ。しかし話をするのにも長なければ不便だ。私でよければつけさせてもらえないか。勝手にしろ。そうか、ありがとう。ならばお前の名はトゥスクルだ。トゥスクル。全部思い出した。私の父、私の大切なもの、そしてテスクルの体が柔らかな光に包まれる。甘みがある。あの二人には内緒にしておいてほしい。あの子たちはまだ知らない。ここにいれば知ることはない。私が好きだった二人はずっとここにいる。たとえ私が消えても、これは私のわがままだ。トゥスクル、なぜ私がここに来たか、それはわからない。でも、わかる。これは私がなくしたかけらだ。私が失うべきかけらだ。誰にも壊せない。ただここで輝き続ける。それはきっと私が望んだ。私が前に進むために。
たとえこの先どんな道を歩いても私の幸せはここにある。大事な友達はずっとここにいてくれる。ずっとここで微笑んでいてくれる。同じ夢を見ていてくれる。でもその行き先に待つものは相当とし、アクターは結論を飲み込む。ブスクル、聞いてくれ、聞いてくれ。もう決めた。決めなくていい。お前だけで背負わなくていい。お前だけが辛い思いをすることはないんだ。俺はお前にとって別世界の存在かもしれない。だから全部戯言に聞こえるかもしれない。だが言わせてくれ。お願いだから言わせてくれ。お前は必死で生きてきた。お前はひどい目に遭った。辛い思いをしすぎた。だから仲間と一緒にこの夢の世界に来たんだ。ナーツスクル、これはご褒美なんだよ。自分でも下手な方便だと分かっている。それでも言葉を並べ立てずにはいられない。俺だって迷い込んだ口だ。代謝は戸惑ったさ。正直なんで俺がって思った。だがここだって捨てたものじゃない。ここにだって普通に暮らしている奴らがいる。助けを必要としている奴らがいる。たくさんいる。だからナプスクル、ここで皆と一緒に働こう。一緒にいよう。答えることなく微笑みを返す。幸せな夢を見ている。お前のやり方は荒っぽすぎるからな。俺が一から仕込んでやる。お前に紹介していない仲間だってたくさんいる。夢の中の存在が夢から覚めるものを引き止めている。これほど無意味で滑稽なことはない。カリーティもプリューもディコトマも手伝ってくれる。みんなずっと変わらずにお前の大切な仲間だ。だからな、夢はいつか終わる。目覚めれば終わる。お前はここで幸せに。だから知っている。だからこそ夢は尊いのだ。アクタ、初めてそう名前を呼ばれた。それはお前の役目だ。柔らかな眼差しで愛おしげに笑う。分かった。あの二人には内緒にしておく。ありがとう。お前に礼を言われたのって初めてじゃないか。そうか。そうだろ。そうか。二人でそっと笑い合う。アクタ、聞いてほしい。ああ、なんだ。アクタ、お前は似ている。誰に？私の父によく似ている。そうか。考え方も、声も、眼差しも、不器用さも、優しさも。それはちょっと褒めすぎじゃないか。褒めすぎ違う。本当によく似ている。
だから、アクタに覚えていてほしい。私のマナは、アルルーという。アルルって、お前、わかった。絶対に俺は忘れない。そして、父の名は、ウスクルの唇がかすかに、だが、はっきりと動く。これ明らかにアクタって言ってるような気がするな。ささやかれたその名がアクタに届いたのか、それは分からない。トゥスクルは光の粒となり、そしてこの世界から消えた。これで良かったのか、本当に。これで。アクタ様、トゥスクルさんはこちらいらっしゃると思ってきたんですか。説得下手すぎるよな、俺。え？いや、なんでもない。アクタ様、元気がないみたいですか。いや、大丈夫だ。俺は大丈夫だ。ごく自然にいつも通りに行ったはずだ。だが、うっす。っておい、なんでお前が泣き出すんだよ。わかりません。わかりません。でも、自分でも困惑しながら涙はポロポロと流れる。そうか、俺の代わりに泣いてくれてるんだな。はい。ありがとうな。だが、そろそろ泣き止んでくれ。部屋の外、新たな気配を感じ取っている。ほら、あいつらが来た。調停者は笑顔だ。はい。トゥスクル、見舞いに来たぞ。今回は土産はなしだがな。代わりにディコトマも連れてきたぞ。連れてこられました。お邪魔でなければいいんですけどね。トゥスクルちゃんどうかな？まだ具合が良くない？あれ？いない？そのことなんだが。トゥスクルは旅に出た。え？それはまた急な話ですね。まあ姉さんらしくありますが。俺だって驚いたくらいだ。まあそのうち帰ってくるさ。そうか。あれには昔から放浪癖があるからな。我らに何も伝えずにプイと出かけてはしばらく戻ってこない。でもいつも必ず帰ってくるけど。当然だろ。ああ見えてトゥスクルは仲間を何より大切にするからな。だが一人になることも同様に大切なんだ。帰りはいつになるのかな。今度こそ三宅話をたっぷり聞かせてもらおう。あれ、アクタさん、ミナギさん、少し目が赤くないですか。気のせいだ。はい、気のせいです。二人してにっこりと笑ってみせた。
はい、旅立ってしまったトゥスクル。そしてトゥスクルの父親がアクタに似ていると、そして最後につぶやいた3つの言葉はアクタに見えたんですけどね、私にはね。はたまたパラレルワールドなのか、それとも命は同じなのか。第25話が残っています。見ていきましょう。ちゃん、ばあちゃん、ばあちゃん、ここはどうしたの？ここは歌われるもの、散りゆくものへの子守歌のある場所ですね。夢を見ておったんじゃよ。夢？昔の夢、不思議な夢、楽しい夢、悲しい夢、いい夢、どうだかの。ただあの時父様のことを思い出したから夢から覚められたのかの。それでどうしたかい、アルル。お姉ちゃん、男連れてきたあのキャラクターか、ここで男？うん、行き倒れ。それは大変じゃ。怪我をしてるのかい？寝床から腰を上げ、孫娘の後に続く。このアルルが、トコトコトコっていう時の防寒帽、ウリ二つですね。ていうか一緒だろうな。その先に続く。あまたの出会いと別れを一歩結ぶよ。はい、白き同盟、黒きくさび、無事、終わりましたね。まあトゥスクルさんの本名が、アルルであるということとかね、はちょっと他のシリーズでね語られていたり、まあエルルの名前についてもね語られたりしておりますので、ぜひ歌われるものシリーズを、プレイしてみてはいかがでしょうか。はい、ディコトマが仲間に加わりました。エレン・クルガの末席に名を連ねる者、ディコトマ。若輩者ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、30分ちょっとの動画になりましたが、ご視聴ありがとうございました。また久しぶりにね、歌われるもの、散りゆくものへの子守歌がしたくなるというか、まあ、あくまで、トゥスクルおばあさんが見た夢という設定にはなっておりますが、非常にね、魅力的なキャラクターと魅力的なお話でしたね。はい、それではですね、白き同盟、黒きくさび、今回の実況配信はこれにて終わりにいたします。ご視聴ありがとうございました。